こんにちは、ニュージー大好きの野沢です。東京オリンピックいよいよ開催迫ってきましたね。本来は去年開催予定だったので、その時は僕も日本に帰って何か一つでもいいから直に競技を見に行って日本を応援しようと思っていました。前回の1964年に開催された東京オリンピックの時に生まれたで、やはり東京オリンピックは感慨深いというか特別な思い入れがあるからかもしれません。まあ、それが今年に延期されて、さらに観戦は自宅でということが推奨されているので、まあ、海外から応援に駆けつけるっていうこともできないので、まあ、時差を我慢してテレビで応援することになりそうです。まあ、それでもせっかく日本で行われるオリンピック・パラリンピックですから、一つでも多くのメダルを取れるように応援したいと思います。もちろんニュージーランドも応援していきます。さて、このコロナウイルスですけど、日本は感染がまだまだ落ち着かないためか、最近になってまたニュージーランドに留学したいとか、ニュージーランドで就職したいので方法を教えてほしいとかいう問い合わせが、まあ、増えてきてます。そこで今日はニュージーランドが現在どのような状況かお伝えしようと思います。現在ニュージーランドではコロナ警戒レベル1です。これは4段階あるうちの、まあ、最低な基準なんですけれども、警戒レベルであることには違いないんですね。この警戒レベル1っていうのは、国境封鎖、そして公共乗り物、バスとか電車とかフェリーなんかはマスクを着用、そしてウーバーやタクシーなどはマスクの着用を推奨されてます。それと行く先々での追跡用の QR コードの読み込みも推奨されてます。大きなポイントは国境封鎖で、これは去年3月以来ずっと封鎖されたままです。それ以外は普段マスクつけてる人はほとんどいないですし、会食やコンサートなども普通に開催されてますので、まあ、国境以外はコロナ以前とあまり変わらないというのが生活している中で感じていることです。この一番厄介な国境封鎖なんですが、どのような状況かと言いますと、基本的に海外からニュージーランドに入国することはできません。入国できるのは市民権保持者、ニュージーランド市民ですね、ニュージーランドの市民権保持者や永住権保持者、そして一部のワークビザの保持者と、あとは特別に認められた人たちだけですね。特別に認められた人たちっていうのは、例えばその人の技術がないとニュージーランド経済が回らないとか、あとは家族がバラバラにならないためにという理由で、申請している人たち、まあ、そういった人たちが許可出た場合ですね。海外から入国できる人たちも2週間の隔離っていうのが強制的に行われます。政府が指定したホテルなどに、空港から、海外から到着した空港から直接バスなどで厳重な監視下で移動して、そこから2週間誰とも会わずに過ごしていただいて、最低3回ぐらいあるのかな、 PCR 検査を行って、2週間陰性であればようやく好きなところに行けるというものです。なのでそもそも留学したいとか思っていても、現時点で留学生のビザがでは入国できないですし、働きたいとか思っていても、まあ、その働くためのビザが降りることがないです。なので、現時点で日本にいてニュージーランドに留学しようと思っていても予定が立てられないと思います。お問い合わせいただいても、結局は入国できるのがいつになるのかわからない今では、生活費や学費などの見積もりっていうのもなかなか難しくって、たとえ頑張って見積もったとしてもあんまり現実的ではないのかなって思ってます。ニュージーランド年末とか年始とかでは語学学校も休みに入っちゃいますし、その頃になるとスーパーが休みになったりと、まあ、生活の基準となるものがどんどん変わってきていて値段も変わってきちゃうので、まあ、その間例えば年末年始とか日本の夏休みとかで、比べてしまうと値段も全然違うので、今見積もってくださいっていうのもなかなか難しいのかなって思ってます。まあ、本当にざっくりこれぐらいの費用がかかりますよっていうぐらいだったらお出しすることができるんですけども、あらかじめそういったものをご了承いただく必要があります。
あと先ほど2週間隔離の話をしましたけども、オーストラリアとは同じバブルという考え方で、ちょっと前から2週間隔離しなくても行き来ができるようになったんですね。ただその行き来ができるようになった直後にですね、旅行者に陽性反応が出てしまって、最初はクローズ、そしてまた国境も開いて、今度は各州ごとに、各州ごとって州ですね、オーストラリアいくつかの州に分かれてますけども、その州ごとに2週間隔離があるかないかっていうのをコントロールしてるみたいです。で、今日先ほど状況を見てみると、シドニーがある NSW 州とメルボルンがあるビクトリア州は今ロックダウン入っちゃったので、当然ながらここの州からの渡航は停止、渡航は停止っていうか渡航は OK なんだけど、ニュージーランド市民とか、永住者は、帰ってくることは OK なんですけれども、2週間隔離が必要みたいです。これって例えば2週間隔離がない状態で、例えば僕みたいな人間がシドニーに遊びに行っちゃって、ニュージーランドに戻るときに2週間隔離が突然発生するなんてこともあり得るので、現在の状況だともうそういうことを考えていくと、もし本当にそういう風になってしまうと計画も狂うし、場合によっては滞在先での費用もかさむということも考えられるので、今のところ僕的にはですね、まだまだオーストラリアさえも落ち着いて旅行に行けないなと思ってます。でもこうやって国境は開けたり閉めたりを繰り返して、徐々にその対象を広げながら国境完全開放に向けて進んでいくのではないかと思ってます。僕の考えは、何の根拠もないんですけれども、完全に僕の妄想というか想像というか願望なんですけれども、留学生が隔離なしで入ってこれるようになるのは、日本とニュージーランドワクチンの接種率次第ではあると思うんですけれども、今年の終わりぐらいか来年に入ってしまうのかなって思ってます。ニュージーランドは本格的な冬に入っていて、閉じこもってる日も多くなってきてるんですけれども、オリンピックを見て元気をもらいたいという気持ちの日曜日でした。次回はリコさんの番ですね。次回もよろしくお願いいたします。それとついこの間まで、ポッドキャストに対する苦情じゃないな、なんだろう、改善点とかご要望とかそういったものを受け付けてきたんですけれども、いろいろありがとうございました。とてもためになるご意見いただきまして、それをもとに現在僕とリコさんと、うちのスタッフで番組構成などを考えている最中です。今週来週はちょっと反映には間に合わないんですけれども、その次の週からはご指摘いただいた点とかを中心に改善してより良いものをお届けしようと思ってます。こういった改善点のご指摘とかご要望とか随時受け付けていこうと思ってますので、もし何かありましたら Twitter の DM とかでお願いいたします。それでは今週もありがとうございました。野沢でした。ニュージーランドを